町長と議会の対立が続く大郷町のスポーツパーク構想について、今日町議会の全員協議会が開かれ、議員からは計画に反対する質問が相次ぎました。これを受け、田中学町長は賛否を問う住民投票を実施すると宣言する事態になりました。大郷町のスポーツパーク構想は、5年前の台風19号で被災した春日川地区にサッカー場12面や宿泊施設を整備するもので、運営は京都市の企業スポーツ X が担う予定です。計画をめぐっては6月の町議会で議員から町民への説明が不十分などの声が上がり、土地の購入費など関連の予算案が認められませんでした。今日開かれた全員協議会では、町の担当者が再提案する予定の予算案について改めて説明、計画の詳細と経済効果などについても説明して理解を求めました。しかし議員からは計画に不信感を示す質問が相次ぎました。田中学町長は町民と議会の認識が異なっているとして、計画について住民投票を実施すると発言しました。町民に意思を求めなければならない、要するにこの事業をやるかやらないかについて投票を実施したい。